ために。カッコ撃破にこだわるな。取り囲み、押し進みながら潰していけ。本気で行くぞ。これは驚いた。微笑ましい誤算だな。少々硬いが十分効くには耐える音色だ。好きにほざくがいい。過去の残滓、今よ拙き還元に突き動かされる我ではない。伝説の忍びに加えて家康君か。やむを得ない。これも僕の甘さが招いた結果だ。させてくれたまえ、このフクロウの大人気に。我に何を期待する。お前は所詮ただの残影、繰り払うだけの存在よ。お前は確かに北条殿の忍び。そうか、今は松永の手の者なのか。食うなよ、命まで不足し始めたか。この後に及んでのお預けは私としても困るのだがね。参りましょう。それがし、音もつかませる。わしは無能なばかりに手を縛ってしまった。わしは倒ったんだ。一つの絆が殺す。悪いね、急いでいるんだ。早く済ませよう。僕がこうして夢を見ていられるうちに、秀吉を捨て求めた答えは得られたのかい、家康くん。答えられないか。失望させてくれるものだね。松永、秀吉殿と向き合うのはわしの役目だ。未だ明けやらぬ刀匠か。そんな暇があるならば己が音色でも編んでいたまえ。刑事、すまない。秀吉殿にはお前と共に挑むはずだったのにな。正直に言おう、君を時代の僕に据えたかったよ。忠臣たる三成を置いてか。ああそうだ、君は三成君よりも理解していたはずだ。力というものの本質、その逃れ得ぬ構造を。青いもん家康か。再び相まみえるのはもうしばし後と思ったがな。ああ、願わくばわしもあと少しだけ考えたかった。行け、家康くん。力に回帰せしもんや。今のお前に語るべき言葉などない。そうだな、そこで茶道を立てていてくれたまえ。私は今から響き合うのに忙しくてね。何と言われようとここであなたを失わせはしない。
わしが答えを見出すにはあなたが不可欠なのだから。それが絆か、家康。ならばやはり絆とお前を弱くするだけのものだ。いい機会だ、学んでいくといい。強気が弱気を虐げる、そんな偽りなき真理を。松田、それをする限りやはりお前は絆の敵だ。会おうよ。確かにケイは今を見据えているようだな。だがケイの友人は必ずしもそうではないようだ。胸中の熱もあとわずかか。まあそれはいい。私を踏みしだくがいい、幼き日の少年よ。待てよ、それ以上過去にとらわれんな、秀吉。急げ急げ、俺真の像なんて口からんでしまえ。くそ、間に合ってくれ。何人たりとも力の断りからは逃れられぬ。お前の歯の力感じるぞ。人はこの世を変えられる。わしがこの手で証明する。負けはしない。刑事、お前どうしてここが。ひでえな家康、一緒に行くって約束だったのにさ。でも今度こそ俺は話がしたいんだ。分かっていよう刑事。今さらお前により覆されることなどなし。答えよ。かたくなに力を拒み、その末に何を見出した。決まってんだろ、あの日お前が置き忘れたぬくい心ってやつだ。情け、家康に約束とやらを破られ、なおもそう言えるか。松永を止めるために先んじたまでだ。平時を軽んじる気持ちなどかけらもない。秀吉殿、わしがこの手であなたを止める。力に勝るものもあるとこの拳で証明する。それこそが力であるとなぜ気づかぬか。家康よ、絆もまた力に過ぎるのだ。ここで花を散らすわけには。消え去るがよい。我が契機、始まりのくさびよ。そうだな、最後の最後、素晴らしい共鳴だったよ。秀吉！三成、秀吉殿が倒れ、
まず思い至ったのはお前のことだった。私は信じない。秀吉様が、半兵衛様が撃たれたなどと。水成様、私には共に戦う両手がある。故に貴様らなど敵ではない。まずは小手調べよね。我も一つ博打とシャレ込む。春は小やつよ。掴んだ未来もかけなきゃ離れていっちまう。さあ一発勝負だ。島左近入ります。やつ、あんた本当にやっちまったのか。三成様にとって一番大事なものを奪ったのかよ。その様子では何も伝わっていないらしい。この上お前までもが倒れたなら、さらに三成は心震わせるのだろうな。家康、あんた、そうかよ、はなからそういうやつだったってことかよ。あんたには罰を当ててやる。俺の命に変えてもよ。悪いがそうはいかない。その命、その魂、三成のために使わせてもらう。いいか、ここで全員を失うな。悪いが、果たすまでは死なないと決めているんだ。問題ねえ。こんなとこでうちらが負けるわけやねえ。一撃一撃が偽りなきわしの心だ。罰ならばわしが好みで受け止める。そうよね。次なるは死の霧なぞ見舞おうてやろう。大谷殿、それは使わぬと申されたはず。これも我に注ぐ不幸よ。三成、すでに仇がこの世にいないと知ればお前はためらいもなく殉ずるだろう。だから
雪村、今燃えずしていつ燃える。武田に真田あり、いな日の元にこの雪村あり。はや分け目か、このほころび我が作ろうてやろう。おお、来たか。主も見やれ、天外に咲くスミレ色の星を。我はな、あれが欲しくてたまらぬらしい。下がられよ、徳川殿。今の石田殿は戦える状態にはござらん。ああ、三成ならばきっとそうだろうな。ゆえに今は、今だけはお引き取りいただく。領分。さすがは三河の虎。お前もな、甲斐の虎。憶測だが、改めて言う、主は底抜けの偽善者よ。今だからこそ会わねばならないんだ、真田。邪魔立てするならばお前とて容赦しない。わしはただ最も効く手を打とうとしているまでだ。わしの首よりもお前の支えよりもずっとな。徳川、主は変わった。どちらにせよ好ましいとは思えぬが。なんというおぞましき殺気。徳川殿、忌むべき国庫となられたか。太閤と賢人はどのような顔をしていった。今のそなたをもう一人の虎と認めはせぬ。安らかとはいかなかったな。所詮は道半ば、見つたり手などいなかっただろう。行部、お前を手にかけはしない。その後のしるべとなれるのはきっとお前だけだ。我すらも利用するか、徳川。我もまた憎むぞ。手負いが虎の恐ろしさ、ご覧に入れよ。武田が熱き魂、たゆることなし。このような形になろうとは。そうだが、わしはもう選んだんだ。憎しみを否定したわしが今、憎しみに頼らんとする。何がいけなかったのだろうな、田中さん。帰れ。命じることはそれだけよ。
今のわしらを愚かしく思うか、秀吉殿。いずれそちらに出向いた時には叱ってやってくれ。おのれ、秀吉様の尊き軍を、よくもよくも。兵は下がれ。奴は私が冥府へと送りつける。この地表のいずこにもあの息吹が感じられない。家康、私はただ肌寒いんだ。三成。答えろ家康。貴様なのか。貴様がこの世から秀吉様を奪い去ったのか。ああ、間違いない。秀吉殿はこの手でわしが討った。家康、家康。守るのだ。もとよりそれが武士の習わし。家康、何が貴様をそこまでグレスに動かした。絆の世を得るためには秀吉殿が邪魔だった。何のことはない。ただそれだけの話だ。そんなことのために無縁の戦場に割り込んでまで。秀吉殿とて所詮は人の子だな。わしに勇気を。一度奇襲を成功させれば無防備この上なかった。なぜそんな忌むべき配役の気を。三成、残念だがこれでお別れだ。家康、貴様。悪いがこれ以上お前に費やす時間はない。来い、戦つ。何？待て家康、行くな。なぜ私を殺さない。家康、いつか、いつか必ず貴様を殺してやるぞ。わしを憎め三成。わしを恨み生きてくれ。